んだよ。死亡したのは東京を中心に関東で最も強い勢力を誇る暴力団新選組の2代目総長近藤勇明さんです。人通りの多いこの場所で暴力団のトップが銃撃され死亡するという事態に大きな衝撃が広がっています。親父の意思継げんのは俺しかいねえだろうが。てめえは金のことしか考えとらんやろ。なんだどこの卑怯者が。危険なのはむしろこれからです。次なる総長の座をめぐり幹部たちの後目争いが激化する可能性が大いにあるでしょう。しかもそれだけじゃありません。銃撃犯は最近台頭している半グレグループカマキリのメンバーの可能性があります。暴力団の後ろ盾もルールもない彼らが下克上を狙っているのだとすれば新選組との抗争になるのです。今関東の裏社会は爆発寸前の爆弾です。裏社会に秩序をもたらすリーダーが現れなければ東京の裏社会に血の雨が降るでしょう。ご苦労様です。姉さん、2代目の敵は必ず我々が打たせていただきます。ですが今は次の総長。三代目はもう決めてある。姉さん、まさか頭じゃないでしょうね。こんな緊急事態でも幹部会に出ない男ですよ。ナルトには引き続き若頭として新総長をサポートしてもらう。なら誰なんですか。この中にはいない。え？おはようございます。おはよう。姉さん、まさかあの人ですか。嘘でしょ。いくら先代の息子だからって。よし、行きますか。そうですよ、それにあの人は仇じゃないですか。うん、ナイスデザイン。近藤君。あ、部長どうしました。昨日出してくれたデザイン案さ。森の牛乳さんの、うん、君はこのデザインどう思う。終わりながら斬新でいいデザインですね。斬新すぎるんだよ。なんでそもそも牛乳なのにクマなんだよ。いや、それはその生き生きとした躍動感を表現したくて。僕には分からんよ近藤、なんで躍動感がクマになるんだよ。部長、落ち込まないでください。落ち込んでんじゃないよ、呆れてんの。いいからさっさとやり直せ。え、プレゼンあさってだからな、今日中にやり直せ。いや、でも さすが先輩、また連続没記録伸ばしたんですか。斬新な感じにしたかったんだけどね。無難にまとめときゃいいんすよ。うちみたいな小さな会社で頑張っても意味ないんすから。よくないよ、もっと夢を持って仕事しないとね。今年は何個先輩のデザイン採用されました。え ゼロかな。夢の前にまずはデザイン採用されるように頑張りましょう。はい。二人とも何サボってんの。あ、秋野さん。あ、いえ、サボってなんかないですよ。みんな、今から3話のドアメの件打ち合わせできる。マジっすか。ちゃっちゃっとやろう。
ゆりなちゃんもほら、はい、近藤君何やってんの、早くやろう。あ、はい。すいません、あのちょっと電話来ちゃって、先始めててください。分かった。すいません。坊ちゃん今すぐ来てください。仕事中だよ。でしたらそちらまで迎えに行きますんで。秋野さん、すいません。うちの父親が病気で倒れちゃって。え？すいません。先に出ます。気をつけてね。どうすんだよ、あんなアホに総長務まるわけねえだろうがよ。おめえが姉さん説得しろよ。金持ってんだろ、ほら払えよ。なんだよ、なんだてめえこの野郎、このタコがよ。タコじゃねえよこの野郎。じゃあなんだ、な、アナゴかこの野郎。なんだアナゴって、ツボみてえな顔しやがって。ツボだこの野郎。なっ、坊ちゃん、どうもお久しぶりです。姉さんとお話ですか。ああ、静谷、三代目を…僕は総長を継ぐつもりはありません。他の人間がやればいいじゃないですか。他にやれる人間はいない。なんでですか。俺は普通のサラリーマンです。違うだろう。お前はどこまで行っても二代目の息子。好きでそうなったわけじゃありません。ヤクザの家に生まれてどれだけ苦しい思いをしてきたか母さんに分かりますか。みんなに避けられて、喧嘩ふっかけられて、どこに行くにもヤクザの護衛をつけられて、まともに生きたいだけなのに生きれない苦しさが母さんに分かりますか。俺はヤクザが嫌いです。だから総長をやるつもりはありません。静谷、お前が総長を継がなければ関東の裏社会がどうなるか分かってるの。僕はただの仇です。関係ありません。あるんだよ仇であっても。お前はその重大さを分かっていない。失礼します。静谷、誰かが悪人どもの手綱を引かなければ秩序は崩壊する。そうなればヤクザだけの話じゃ済まない。カタギの人間にも被害が及ぶんだよ。え？あんたはそれでもいいの？
そういうことだから、あとは勝手にやって。なるほど、もっちゃんらしいですね。まあそうなるだろうとは思ってたけどね。幹部連中は長倉と土方は2代目の葬儀が終わり次第動き始めるでしょうね。ナルト、若頭としてちゃんと抑えてもらわなきゃ困るよ。あいつら殺し焼き満々ですから、どこまで抑えられるか。まあ、大丈夫ですよ。最後には収まるべきところに収まります。やけん自信あるね。ええ、最近競馬でも勝ちまくりなんです。坊ちゃんは優しい。あの人ならヤクザ変えてくれます。では失礼します。戦争どっちにつくつもりだ。どっちがいい地位と金を約束してくれるか見極めないと。品のない奴らだね。来たぞ。あれは大阪を拠点にする日本最大の暴力団、紀州軍の組長坂本健。さすが坂本、いい度胸だね。父上は素晴らしい極道でした。この度は誠にご愁傷様です。どうもご丁寧にありがとうございます。ですが穏便に葬儀を終えたいのでお帰り願えますか。おいお前なんじゃそれ。おいマジだよね。おいおい、失礼した。
新選組2代目の件ありがとうございました。おかげで新選組さんは内部崩壊寸前です。こちら新選組のしのぎの情報です。新選組の島どんどん荒らしちゃってください。僕らはカマキリさんに関東を仕切ってもらいたいんです。あんたたちも古臭いヤクザっすね。相手が誰だろうが暴れたいだけ暴れて金稼げばいいんじゃないですか。おやすみなさい。坊ちゃんだいぶ答えたみたいで。まあどんな関係だったにしろ父親が死んだんだからね。締め切りは守らないと。ごめんなさい。どんまいどんまい、僕と一緒に頑張ろう。おい、今度は。はーい。ボツ。はい。ボツ。はーい。ボツ。はい。ボツ。はーい。かま。おお。いやー。明日までにデザイン修正な。はい、すいません。近藤くん、なんか楽しそう。え？あれ、ありがとうございます。褒めてるかどうかは微妙だけどね。あ。お父さんは大丈夫だったの？え？お父さん病気で倒れたって。ああ、全然平気で、もう気にしないでもらって大丈夫ですから。そっか。よかったね。ええ、まあ。あの、秋野さん、締め切り近いんですか？ううん、仕事じゃなくて、私は自分の作品書いてるだけ。へえ。あの、見ても
いいですか？まだ途中だけどね。めちゃくちゃいい絵じゃないですか。秋野さんすごい。全然プロのアーティストとしてもやっていけますよこれ。やっていけるようになりたいんだけどね、コンクールにはなかなか引っかからなくて。秋野さんはすごいですね。仕事もしながら自分の夢も追いかけて。本当は仕事なんてしないで好きな絵だけ描いていけたらいいんだけど、そういうわけにもいかないじゃん。生活のこともあるし、今この会社でお給料もらってる責任もあるし。夢ばっかり追いかける前に自分の責任ちゃんと果たさないと、なんか現実逃避してるみたいで嫌じゃない？そうですかね。そういうもんなの。だから近藤君はとりあえず自分の仕事を終わらせて。ああ、はい、すいません、やります。そうだな、まあ、時間の問題だろうな。そうっす、でしょっす。はい。で、鎌倉の動きは？組長連中に賄賂を送りまくってるみたいです。それにうちの島にもちょっかい出してきてますね。あの野郎、俺には何も送らねえくせにふざけやがって。向こうが組長に送るなら賄賂じゃなくて毒じゃないですか？それもそうだな。ええ、おい、このまんじゅうどこのだ？あ、生蔵の時期から送られてきたやつです。くら、あの野郎殺したるわ。逃げるぞ。昨日午後2時ごろ、この場所で新選組傘下の土方組組員が刺され死亡しました。新選組の次期総長をめぐる内紛によって起こった事件と思われます。なわくらー組長、ちょっと。ここ数日で発生した暴力団による襲撃事件は5件を超え、その全てが新選組の後目争いを巡るものと考えられています。待てくれ。先日懸念した通りのことが起こってますね。今はまだ暴力団関係者のみの被害で済んでますが、これ以上拡大すれば一般人にも犠牲が出る可能性が大いにあるでしょう。この状況を抑える方法はただ一つ、力のある人間が新選組のトップに立つ。これしかありません。先輩？ん？これ見てくださいよ。ん？
これがどうかした？この現場めっちゃ近所なんすよ。最近の日本どうなってんすか？怖くて歩けないですよ。そうだよね。本当迷惑な話だよね。ヤクザってどうにかなんないんすかね。ユリナちゃん、大丈夫？大丈夫？どうしたの？200万です。カイトがお店でトップになって新しい景色が見たいって。そのお金全部そのホストに貢いだの？給料だけじゃツケを返しきれなくなって、カイトが働ける風俗を紹介してくれたんです。だから仕事終わりに毎晩そこで働いてたんですけど。そんなに無茶したら倒れるに決まってるでしょ。すいません。働いて返したはずなんです。でも店が肩代わりした分の利息があるからって。ちゃんとおかしいって言わなきゃ。でもバッグにヤクザがいるって。最低。大丈夫、どうにかしようね。いらっしゃいませ。ご指名は？いや、あのこのお店のバックにヤクザがいるって聞いたんですけど、どこの組か分かりますか？は？え？は？あ、いや、だからバックにいるヤクザがどこの組か知りたくて。店長、めんどくせえ客が来てるんですけど。めんどくさい。ああ、おい、てめえ誰だよ。このしずやさん。君どこの組？あ、いや、大変失礼しました。あ、女の子、女の子ですね。あ、もういやいや、最高の女の子つけますね。うん、あずさちゃん。そうじゃなくて、相手の相手の相手の組もうこの子はもうすごい可愛いね。もう全部存分に本当にすんごい。だから どこの組かって聞いてるの。生倉会です。あの、すいません。はい。この子のことで責任者の方とお話ししたいんですけど。誰だよ、営業妨害かよ。お待ちください。だからユリナちゃんのことで責任者の方を呼んでほしい。営業妨害ですか？もう帰ってもらっていいっすか？なんだてめえら、こら。あの、この子を辞めさせてください。ああ、辞めれるわけねえだろ。暴力はやめてください。うっせえな、帰れ。ほら、やめて。おい、離してください。なんだよ、このクソ穴。これ、おい、出てください。入れっつってんだよ。なんですか？すいません、これ借ります。ちょっとすんだよ、このクソ。おい、おい、おい、やめて。おい、あ？